おめでとうございます。すごい座ってくれたね。なんか面白くなっちゃうね。すっごい笑っちゃったのね。あのさ、後ろ前の人が座った時のその次の列の人のあのおっていう顔。わかるわかるわかる。感じだったよ。あのその笑いがやばい時に歌だった。最後の曲ですかね。って言っていい？言っちゃったけど。最後の曲です。アコースティックの。なんか、OK です。なんか喋った方がいいですか？いやー、なんか、今日朝、みんなに新衣装のね、上履きを買ってきてあげようと思って新しく、上履き、衣装が新しくなったから上履きも新しくしてあげようと思って、したいなって思って上履きを買ってきてあげるって思ったんだけど、朝一でまで、8時に起きて、9時にスーパー、何？ホームセンターみたいな行ったのね。そしたら、そう、この人たちのサイズだけなくて糸なんか、行った意味って思ったからごめん。スーパーでね、あのね、お寿司買ってね朝9時ぐらいから寿司食べてた人スーパーに売ってるんです。あ、じゃあホームセンター、ホームセンターに売ってるんだ。そう、売ってたん。なんか他の20センチとか27センチとか、そっちのサイズあるんだけど、あのみんなのサイズで言っとくじゃん。あ、23.5です。23.5です。24.5です。22.5です。多分大丈夫です。ああ、そうだった。じゃあ MC 終わりでいいですか。あるしゃべるとか全然ジューズね。いいよ、じゃあ。え、いいよ。過ぎていく日が懐かしくて思い出すのもうやめた。光が差す道を選び音に沿って歩いた。自分以外の誰にもなりたくない。
どこにも探す